はいどうもピョキンです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トロールド&トロールということで、騙しと騙しということでしょうか。まあサムネにはね、ドクロマークがあって、このコースは危険だよと、そう言いたいんでしょうか。でも僕にとっちゃそんなマークでさえも天使に見えるね。どちらかというとこのコースより僕の動画の方が危険だと思うんですよそれじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.13%。 いやマジでそろそろ今年も終わりに近づいてきたね。嘘でしょ、カキも1体以上倒してからゴールっていうことはさ、ゴール条件があるからチェックポイントがないっていうことだよね。あっ、開幕一生やし。うわ、チェックポイントなしのトロールコースか。相当久しぶりにやる気がするね。サクは引っ込んでる。まずこのドスゾン避けようか。そして魚が押してくるところを右に行ってすぐ避ける。そしてすぐさまリンクを取ってこの魚をぶっ刺す刺身の出来上がりだね。今日の晩御飯刺身にしようかな。じゃあここは絶対何が出てくるよ。オッケーオッケー、分かってんだよそんなことは。そしてあのツタに登っていけばいいのか。この豚野郎が。ちょっと気になったことがあってさ、あの面とかぶれないかな。この辺でジャンプしたら、オッケーオッケー、さすがカポ名人だね。そんでこの辺にバネが落ちてきたのも見えたんだよな。そしてここに隠しブロックがあるっていうことでしょう。でこの隠しブロック、笑うな。そんでね、このコースゴール条件があるっていうことだから、そんなに長くないコースだと思うんだよね。そしてさっきどうやってやられた。ここに隠しブロックがあるのは分かってるんだけど、でこっからツタにちゃんと捕まって、あのガリガリを越えていこうかいや違うんだって、今日のコントローラーぶっ壊れてる。まあまあいいハンデだよ、コントローラーが壊れてるぐらいさ。いやちょっとかぶらせてくれって、戻ってくんだ。どうしたピオキング、今日はボンミスが多いじゃないか。ちゃんとゲームに集中せよ。嫌だね、僕はずっとこのマリオメーカー2をふざけて作っていくんだもんね。名付けてスーパーふざけるメーカー2どうした今日の俺はもう収録しない方がいいかもしんない。そしてここのドクロリフト素直に渡らせてくれない。なんでしつけようかこの剣で。さあ動くがいいドクロリフトよこの骸骨兄弟が。そんでさ、真面目な話するんだけど、今日から来年までもしかしたら動画が出せないかもしんないんだよね。実家に帰ったりとか飲み会があったりとかでさ、めっちゃ予定が立て込んでて、どうなるか分かんないんだよね。ちょっと待って。いやでもね、絶対正月1月1日だけは動画出していきたいと思う。なんでかって言ったら、親しき中にも礼儀ありって言うじゃん。だから僕とみんなはもう親しい中にあると思うんですよ。みんなこっち側の人間でしょ、もう仲間だからみんなと僕はもうだからそこぐらいは動画出していきたいと思います。そしてここ何もしないよ、無機物とか言わないからね、絶対に無機物。そして今日は正月前の特番感覚だということで、スペシャルゲストをお呼びしてます。ピオキンコちゃんおいで。どうもはじめまして。ピオキンコピオキンコ秒殺あんなに早くやられると思わなかった。じゃあここはジャンプした瞬間すぐ上、これで合ってる。そういや最近さ、すごい不安になってきてることがあって、コロナの感染者が多くなってきてるじゃん。それによってオフ会ができるのかどうかっていう話になってるんだよね。いやどうなんだろう、そしてこれもどうなんだろうね、取っていいのかな。オッケーオッケー、えこのトゲいるのかな。一旦このまま先進んでっていい。オンオフしてみたら何もなんないね。えこのまま先進むよ僕、トゲの方で行くみたいな、そんな感じなんかな。一旦じゃ当たって左に行けないね。もう何も考えるなピオキング、お前は勢いだけの人間だろ。考えてる姿なんて誰も見たくないのさ。だから何も考えずに突っ走っていけ。イエスさ、なら何も考えずにこのクリボ踏んでいく、そしてさらに踏んでいく邪魔すんなって頼むからここ上に行けっていうことでしょ。これは何もないか。いやこれ嫌な予感しかしねえんだよな、このパワーブロックに挟まれて進むやつって。ランド、島、オン、島の上にスパイクス、針の上に乗れってことかな。そしてこの下はロールロールロールは1回でいいんだよ。さあどっかの針の上に乗れって書いてたけど、針の場所はここしかないんだよね。だからここ、あー分かった、この上に足場があるよ。いやこれは分かんねえな。そしてこの先に進めるっていう感じか。いやこの先に行ってもさ、チェックポイントってないじゃん。マジできついね。チューポイントぐらいあってほしいな、ピーチ姫からチューみたいな。マリオ来てくれてありがとう、ブチューポイント何言ってんだろうね。そしてメット持ってくんなって書いてたけど、この先行けないのかな、メット持ってたら。
無理だね。今日も何言ってるか分からないレベル絶好調。それが何言ってるか分かんねえんだよ。噛みすぎなんだよ。カミカミキング参上。さあここで何もしないでいいっていうことが分かったぜ。さあここで叩いてフラワーが出るけど、このフラワー取れないと、あ、メットを持ってきてなかったらこの上のピーを叩かないから先に進めるっていう感じか。スネークブロック、信用していいのか。今日は信用するよスネーク。任せてピオエモン、今日は僕を信用して、だから安心して乗ってね。スネーク。あらー、いや、まさかのスネークを信じてよかったパターンだよこれ。絶対隠しブロックがあって進めないみたいなパターンでしょ。そしてオンオフをして何もしない。右に行けっていう感じか。じゃあ本当に右に行っていいの。じゃあ僕はここのパウブロック、いや、ちょっと一旦これ様子見ようか。いや、あのフラワー取れってことだったんじゃない。いや多分そうでしょ。で、このピースイッチは何。いや、まだなんか先に行けるよ、こっち実は行けますよみたいな。期待させんな。はい、それじゃあトロールキングが戻ってきたよ。それじゃあここはすぐ左に行って敵をかわす。上に行って逃げようか。いや、上に行くまでもないね。じゃあここでフラートで罠が変わってるとかないよな。右に行ったらなんか引っかかるみたいな、そんなのはないみたいだね。それじゃあここのドア入っていきますか。もうコインコインはしないよ。でも心の中でしておくね。コイン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 。さあ扉に入っていきましょう。こっからなんだけど、ここまで戻ってくるのにめちゃめちゃ苦労するんだよね。そして次はオンオフをしてパウブロックを叩けばいいというか、またこういう感じ。次はまっちゃんを取るってこと。いや、右ホーリーブロックか。ワンちゃんいけないかな。こっからダッシュして右に行くみたいな。いや、いけそうだよね。ちょっと頑張っていい。ここで一旦左に行くでしょ。いや、ちょっと左行かして。ふっ、オッケーオッケー。で、勢いをつけて右側に行く。それで行ってみよう。ふっ。いや、いけるぞいけるぞピオキング、お前ならこっから。うわー、惜しい。ガリコちゃん、僕ね、そろそろチャンネル登録者数を増やすために自分のスタイルを変えていこうかなと思うんですよ。だから萌えキャラとかどうかなと思って。萌えキャラってさ、ゆっくり話して高い声で喋ってちょっと下ったらずのところがあるじゃん。ちょっと練習したからさ、マジで見てってくれない。私が来た、私が来たからにはもう全て大丈夫だぞ。イカダに乗った気持ちで見ていてくれ。ここで派手なブロックを叩いていく。パワーブロックか、何も起きないじゃないか。分かった、この地下ブロックの下が正解だ。そうだろう。ダマダーじゃないんだよ。ブラパーが出てくるより早く行けっていうか、あ、分かった、ここでブラパーを出すでしょ。なんか左にパワーブロックがあるじゃん。あのパワーブロックを叩いたらいけるっていうことなんじゃない。で、オンオフして先に進める。あー、なるほど、こういう仕掛けになってたのね。いや、お前は邪魔なんだよ、差し意味でもなってろ。今ちょっと噛んだね。そしてここでパワーをすれば右下、いや、まだしないでおこうか。だから先に爆弾で壊しておく。そして上の方に行っておく。いや、どうだろうね、しないでよかったんかな。下に、あ、カキボがいる。あのカキボ倒したら終わりなんじゃない。いや、ワンチャルワンチャル、多分これでゴールできるよ。ここでどこ行ってんの。頼むって、行け、爆弾爆弾爆弾投げればカキボ、カキボの元にいてこっち来んだって。え、じゃあどうする。え、なんか知んないけどカキボ倒せたね。多分 B ブロックか何かに挟まれたんだよきっと。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、爆発する前に扉に行けということで。まあぶっちゃけ僕の頭はもう爆発してるんだけどね。いや、でもこれめっちゃ面白そうだよね。サムネからしてバネに翻弄される姿しか見えないんだけど、まあいわゆる反射神経ゲームっていうことなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.06%。 まあさっきのトロールコースでまだ物足りなさを感じてるね。ちょっと短かったもんね。だからこのコースで翻弄されまくる自分の姿が見られたと思いまして。翻弄される自分の姿ってなんだよ、キモいんだよ自分で言ってることが。じゃあここはすぐ右に行く。あ、速攻中間ポイントくれる感じね。で、オンオフしてこの中間ポイント1から開始っていうことなんじゃないかな。いや、上等じゃねえか。さあ早速やっていきましょう。どんなコースが待ってるんだい。まず最初にこの雲に乗って先に詰めと。いや、まだまだ全然簡単だね。いや、どうだろう。いや、待って、まずいまずい、これは下に落ちるんじゃないの。頼む。よしよし、オッケーオッケー、絶対間に合わんと思った。そしてここで、着火しまくってからの左に行けばいいのかな。で、リンクを取ってここで弓でパウで USA。 いや、これも間に合わないんじゃない。頼む、間に合って。あー、やるじゃねえかー。
実はさ、この場面もう 4,5 回ぐらいやられてるね。さっきよく一発でいけたな。あ、これは多分もういけたね。もう分かってればこっちのもんなんだよ。この次もまず速攻で着火するでしょ。そしてリンクを取ってパワーブロックを叩く。多分それで、あ、まずい、これいける。いや、行きたいね。ここで弓、そして USA を取ってすぐ右に戻る。むずっけ。これマジでむずけよ。これね、思ったより相当シビアだね。だからマジで集中していい。集中するためにマジで無言になんないわ。ここでリンクを取る。そしてすぐ弓を出す。で USA と、これなかなか早いんじゃない。つまずきさえしなければいけるはず。影プリーズ。まさか鍵を自分で取らなきゃいけないパターンね。自動で取らせてくれるもんだと思ってた。だからあそこのリンクがあるじゃん。ここで指を2回出さなきゃいけないのか。そしてこの USA を取って先に行けっていう感じの、これもういけたんじゃない。あれ良いね。いや、ステージ2でこれはめちゃめちゃむずいね。この先いくつあるんだろう。もう相当どんどん難しくなってくるでしょう。ここのね、引っかからないように行くのか。ああ、走って行けばいいのか。よっしゃよっしゃ。次はチェックポイント、そろそろ欲しいよ。オッケーオッケー、チェックポイントくれたね。あと何回ぐらいあるんだろう。僕の予想はあと2回ぐらいで終わると思う。今も2回あったじゃん。だから次も2回ぐらいで終わると思うんだけど。あ、また土管ね。でもどんどん難しくなってくると思うよ。出た出た、これサムネの場所でしょ。僕はバネ得意だよ。見てて、バネとは友達だから。そしてここは左に行く。そしてパワーブロックを2回してもう1回戻れっていう感じなんかな。え、これで先に進める。次こそ行くよ。任せて、次は早く行くから。相当早く行かなきゃダメだね。いや、これめちゃめちゃ早いんじゃない。待って待って、もう邪魔せんだって。集中するぜ。こんなのバネ系の一発マリオに比べたら手でもねえぜ。さあ、ここでパウを叩いてこのバネの間に入っていく。さあ、これはなかなか早いんじゃない。うますぎる。よし。さあ次は、このパックンどもを倒して、もうここは一旦やられていい。もうどうすればいいかだけ考えよう。あ、ここは剣で刺していく。で、Pスイッチは？え、この Pスイッチなんだろう。Pスイッチを発動させて右に行けばいいのか。あー、なるほどね。確かPスイッチってさ、弓で発動できたよね。だからあのPスイッチの前で弓を出せば発動して先に進めるようになるみたいな、多分そういうことだと思うんですよ。オッケー。いや、危ないね、あの鉄球。あの鉄球に当たったらゴールできなかったみたいな。なるほど、そういうことね。しゃ、これでゴールできた。なかなか難しかったけど、めっちゃ面白いコースだったね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。USA がないですということで、説明文にもね、隠しとかないですって書いてるから、隠しブロックもないんだろうね、きっと。で、サムネを見る感じさ、雪玉が一つ、そしてパックンが一体いるから、あの雪玉でパックンを倒せっていうことだと思うんですよ。ただ、USA がない状態でどうやってあの弾を上に上げるかだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.05%。 いや、こんな一発回りをしたことないからさ、マジで想像つかないね。そしてゴール条件はパックンフラワーを1体倒してゴールか。やっぱりあのパックン倒さなきゃいけないのか。っていうこと、これをどうやって上にあ…いや、もうダメだよね。隠しロックもないって書いてたから、ちょっとやり直そうか。いや、どうやってすればいいんだろうね。この雪玉を上げるってことは、もうダッシュしてしゃがみジャンプで上げるみたいな、そんな感じなんじゃないのかな。だから左から右にダッシュしてすぐジャンプ。いや、絶対無理ばい。こんなんじゃ上がんないね。じゃあ歩いていってみる。絶対ダメだと思うけど、マリー歩いたら。まあまあ、ダメなのは大体予想ついてた。歩いてもダメ、走ってもダメっていうことは、左にやった瞬間すぐ右にやる。あ、踏むことはできるんだね。一旦さ、こうやって動かしてたら踏むことはできるよ。だからなんだって話なんだけど、ここで蹴る、そして追いついてあげるみたいな。いや、違うかな。うわ、ちょっとわかんねえな。最速見ていい？最速が2秒っちゅうことは、もう開幕右にダッシュしてこのパックンを倒せてるっていうことだよね。どう、あ、わかったかもしれん。もう上から乗るんじゃない？上に乗ってすぐジャンプみたいな。いや、これでいけそういけそう。攻略法を見つけたぞ。攻略法さえわかればこっちのもんだ。まず雪玉を踏む、そしてすぐにジャンプすればバックエンジョー。あはー、パパマママザーマザー。ふざけるな、今んとこカットしよう。忘れるな自分。うわ、
やめちゃめちゃ惜しかったね今。ちょうどいいところにパックン設置してんな。でももうこれで倒せるんじゃない？テレレティーティーテレレティーティーテレレティーテレレティー。もうふざけなんかいらない、ガチで集中するからマジで見てて。うらー見たかパックンじゃ、もう俺に盾つくんじゃねえぞいやこんなアイデアがあるなんて、まだまだ一発マリオの世界は広いね。とても楽しませていただきました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。